杯レッドハンド A2 無差別級第1試合はゼッケンナンバー93番吉村選手不戦敗となります。そして、第2試合ゼッケンナンバー94番真鍋選手こちらも不戦敗となります。第3試合ゼッケンナンバー97番武田選手不戦敗となります。A 代レフトハンド A2 マイナス65キロ級吉田選手ゼッケン7番吉田選手ゼッケン2番山本学ゼッケンナンバー96番竹中選手先輩です。A 代マイナス65キロ級ゼッケン23番西田哲也選手ゼッケン14番橋本選手ナンバー106番大上選手第13試合ゼッケンナンバー249番内島選手不戦勝となります。ゼッケンナンバー104番千田選手不戦勝です。第15試合ゼッケンナンバー95番香川選手不戦勝です。第16試合ゼッケンナンバー102番畑山選手不戦勝となります。番金田選手何ある？あ、もうなくなったな。本当？C 代第21試合ゼッケンナンバー101番内藤選手ゼッケンナンバー107C 代第25試合ゼッケンナンバー94番真鍋選手ゼッケンナンバー C 代第26試合ゼッケンナンバー109番木村選手ゼッケンナンバー100番矢野選手C 代第27試合ゼッケンナンバー107番吉村選手ゼッケンナンバー110番田中選手C 代第29試合ゼッケンナンバー94番真鍋選手ゼッケンナンバー109A 代ゼッケン251番千子選手ゼッケン23番西田選手Thank you.
もう友のりそこで待っとれ、そこで待っとれ待っとれ。A 代ゼッケン26番美咲選手、ゼッケン8番寺川選手。レフトハンド A2 無差別級、ゼッケンナンバー106番大江選手、ゼッケンナンバー105番宮本選手。このまま行って、まず壊しで入ったら最初にかけます。センター選手、ゼッケンナンバー95番香川選手。ゼッケンナンバー105番宮本選手、ゼッケンナンバー97番武田選手。サトルカメリア